ビューノビー、一人旅行 Vlog、 イエーイ、もしくはウェブラジオになってるかもしれません。はい、ビヨーンズシーズニングスの平井美代です。なんと私本日一人小旅行に来ておりまして、そのね、まあその間の様子をこうビヨノビで撮っていったら面白いんじゃないかなと思ってカメラを回しております。でやっぱり一人でね、外でカメラを回すのはちょっとまあ恥ずかしいというか、まあ気まずいかもしれないので、まあもし私が恥ずかしいってなった場合はもうこれはもうウェブラジオになりますし、私がもし頑張れたら Vlog になるという、そういう感じです。はいはい、という感じで、私、今ここホテルなんですけど、エリアはどこだと思いますか皆さん。エリアは私どこに来てると思いますか。ステイ、なるほどね。じゃあ正解言いますね。横浜です。わーはーはー、近ーって思った方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、近くていいのよ、近くていい。私今日秋ツアーやってサイン書きしてからここに来てるんですね。でまあスケジュール的に、まあ、ここしかないかなと思って、でまあ強行突破って感じで来てるので、まあね、まあ、関東を飛び出しちゃおうかなって思った時もこの一人旅行をね計画した時は思ったんですけど、まあ移動で疲れちゃったらちょっと嫌だなと思って、まあ、できるだけ近くで、まあ、ホテルでのんびりっていうその非日常感を楽しめればなと思って、はい、ここにしました。そうなんです、ライブ終わりなんです。私で髪の毛三つ編み、これは西田しおりちゃんにやってもらいました。そしてもうね、わかんないと思うんですけど、ここもくるくるにして、あとは見てネイル、あっちかネイル、そうかわいいでしょ。一ポーズ目の衣装が面、なんだろう、ユニットごとに色が違くて、でシーズニングス青なので、まあ青色入れて、まあ、2着目が秋色カラーの、秋色カラーって秋色色じゃないですかね、はい、間違えましたね、秋色の色秋色の衣装だからラコッタ入れたわけ、それだけよ。もうやだ、日本語が出てこない。でさっきまでサインを書いてたわけですよ。本当に何枚書いたと思いますか。400枚。うわあ、底辺だ底辺だ、こりゃ底辺だっていうことでね、本当にね、もうね疲れてるんで、でも頑張ってね書いて、でまあ夜ご飯本当はねこっちでお店とか寄って食べたかったんだけど、もう閉まってるなと思ってこっち着く頃には、そうだからコンビニで済ましちゃったんですけど、まあでも今日はお仕事だったり、まあ、学校の課題だったり、解放された時間を過ごそうっていうリフレッシュのためのこの小旅行なんでね、はい、楽しみたいと思います。もうゲームも持ってきたんですよ。まあ今日はまあゆっくりして、明日はホテルの朝ごはん食べようっていう話なんですけど、私たち、まあ、地方でコンサートするときに、まあ、ホテル泊まるんですけど、まあ、朝ごはんは食べないんですよ、ホテルの。でも私ホテルの朝ごはん大好きだからといつもね悲しいんですけど、今日は食べれるということで、
今日じゃない、明日だ。明日はね、食べれるっていうことでめっちゃ楽しみです。でまあ11時がチェックアウトなので、まあ、それまでのんびりしつつ、まあ、朝の準備とかもね、あの動画撮っていけたらなと思います。ちょっと余裕がないか顔がむくんでたらまあ撮んないんですけれども、まあね、本当にね、もうリフレッシュする時間がさ、なかなかね撮れなかったから、やっぱね仕事が休みがあって、その翌日がリハーサルとかなると、もうそのことで頭いっぱいになっちゃうから、まあね、無理やりにでも自分をこうやって連れ出してよかったなってすごい思います。楽しむぞー。おいしょ。最近ねこのねゴムのやつでね、めっちゃストレッチしてるんですよ。メンバーにも最近よく持ってるねーって言われて、あ、そうなんだよーつって、これで肩の筋肉を伸ばす。痛ー。あとはね、こうやってあバキ言うとね、もう私本当に関節良くなるからさ、まあ、心配しないでくれ。多分この動画中も膝ポキポキになってるかもしれない。痛ー。ついたんだ。で、オッケー。そう、化粧落としシートがあったからさ、落とすのもなんか面白いかなと思って。はい。落としました。いきまーす。じゃん。まあまあですね。ということで半分も落とそうぜ。はい。じゃん。はい、落としてまいりました。じゃあね、この後はちゃんとクレンジングで落としてお風呂入りたいと思います。バイバーイ。眠い、寝ちゃうよ。でもお風呂入らないと、ね、なんかもう魔法でピンッとピカーってさ、綺麗にならんの。あ、諦めていくか。よし、行くぞ。行ってきます。諦めていきます。お風呂から出てきました。イエーイ。いやー、実際入ったら気持ちいいもんですね。よかったよかった。あー、すっきりした。もう自分で見てるからもうバリバリ眠そう。目半分しか開いてない。もう何円が気になる。まあそれはとりあえず置いといて、頑張って髪乾かして寝るぞ。おやすみ。おはようございます。いや、めっちゃ寝ました。はい、もう実はもう朝ごはんの時間なんです。寝とねしてしまった。ささっと準備してご飯食べに行きたいと思います。ご飯食べたらまだ眠くなっちゃってね。よし、ちょっとアイシャドウ塗っちゃったんですけれども、よ
し。もう眉毛はちょっと眉ティントが結構残ってるからまあいいか。涙袋を生成していくよ。芯が折れた。でも今日、ビオラ持ってきてないや。まいっか、まつげはあげなくてもなんとかなる。え、ゴミ収集車がキリン柄だ。すごいね。こっちは下手やっぱり。なぜなんだい。まあいっか。誰に会うでもないし。ほんだらば。なんか朝ごはん本当はもうメイク済んだ状態にしたかったんだけど、もう起きたら私は多分8時から9時の間の人だったから、でそうするとまあ7時とか7時半に起きなきゃいけないじゃん。でもなんか起きたらもう8時8分だったんだよ。びっくりだね。二度寝したんだ。だからまあそのまま行ったんだけどさ、すっぴんの時ってこうアクセサリーでさごまかそうっていう気持ちになる。だから指をつけた。これはねおばさんからもらったやつなんですよ。おばさん家に泊まりに行った時に、これあげるよってお姉ちゃんと分けてって言ってくれて、でヘビーもらったっていうのはお姉ちゃんに言わなかったっす。もう最初から自分のものにしてました。ごめんなさい。じゃあ1分になっても終わりにしますか。あ、めっちゃ食おうとしてた。遠近感バグった。よし。髪の毛ボソボソだけどまあいいか。よくない。この後の作戦会議をするためにこの撮ってるスマホを使うのでいただきます。なんとチェックアウトが11時だと思ってたら10時でした。まあそうですよね。なんあ11時なんだって、なんか謎の思い込みしてましたね。ね、10時だよね。あと20分ぐらいでさ準備しないといけなくなっちゃった。ピエー、準備します。
泣いた。まあ、派手準備できたのでギリギリまでいて、あと5分ぐらいになったら出たいと思います。散歩するぞー、イエイ。なんか私の申し込んだホテルのプランだと11時まで行けたみたいなんですけど、私11時までじゃなくて10時までだと勘違いして1時間も早く出ちゃった。悲しい。日が暮れる前と日が暮れた後の景色を堪能しておりました。はい、そろそろ私の一人旅も終わりが近づいております。いやあっという間だったけれども、なんかすごく行き当たりばったりで無計画な旅ではありましたが、もうねすごく贅沢な時間の使い方をしたなって思うし、美味しいものを食べたり素敵な景色を見たりで本当にね楽しかったです。こう時間を見つけていろんなところに一人小旅行をしていけたらなと思います。それでは私は帰ろうと思います。最後まで動画を見てくださった皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。平井美代でした。バイバイ。